男子団体総合、中国チームの演技を締めくくるのはテン・ハイピンです。世界王者ヤンウェイ引退の後、新生中国、ロンドンへの道、日本とのライバル対決、幕張メッセに展開しています。2m82、今飛びついて、さあ最後の演技です。中国最初大阪手持ちから入りました。からアドラー1回ひねりからコスミック、両逆手で入りました。これは E 難度と D 難度の連続技です。カッシート飛び1回半ひねり、 D 難度です。ガーッと少し戻りましたが、うまくなんとか演技をしています。その後うまくフォローして、はい、シンシントカチェフ D 難度、遠藤の1回ひねりからラストですね。さあ、ちらっ